特にロシア村は新潟県にあって、もともとテーマパークだったらしいんですけど、地下室があって、そこが何だろう、腰の高さぐらいまで水没してるんですよ。ゆっくり降りていって、チャポンって浸かりながら、浸かりながらです、こう僕らが子供の時にあったような、いわゆるこうちょっとこう団地だったんですけど、まあ、そこの一室が赤い部屋だって呼ばれているというまあ噂。行く途中でビデオテープを見つけて、もうボロボロの復元して、まあ、それもちょっと大変だったらしいんですけど、完全に貞子でできそうなんですよ。そしたらまあとんでもない映像が出てきて、歩いてて話してて、人間怖いものがないと倫理や規範って成り立たないじゃないですか。今日はなんと夏の特別会というわけで、落合陽平さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも、はじめまして。はじめまして。一回も会ったことがない人よく来るんですけど本当に今まさにはじめまして。すみません、はい、ありがとうございます。はい、はじめまして、どうも、落合です。落合です。よろしくお願いします名前がね、陽平と陽一なんで、2文字しか違わないという。いや、そうですね。だから僕も、はい、エゴサするときに落合さんってやっぱり調べるじゃないですか、はいはい、で出てくるんですよ、はい、でなんかたまに落合さんってやっぱ天才だよなみたいな、はい、分かってんなこの人とか思ってたんですけど、はい、よくよく調べると陽一さんなんですよね。あ、すいません、ね、あの落合さんの方もあると思いますが、ここから行ってみよう。落合陽平が選ぶゾゾゾベストスポットドドンと、はい、これは一体何が出てくるんでしょう。あ、いろいろありますね。はい、これ思い出語ってほしいんですけれどそうですね。なのでなんかスタッフの方から、はい、落合さんがちょっと選んでほしいっていうふうにおっしゃっていただいて、はい、まあ、一応この4つ、まあ、特に印象強かったかなっていうので選ばせていただいたんですけど、はい、うーん、じゃあまずロシア村からいってみましょうかやっぱ怖いっていうのは全部そうなんですけど、特にロシア村は新潟県にあって、テーマパークなんだ。そう、もともとテーマパークだったらしいんですけど、まあ、今は結構取り壊されててほとんど残ってないっていう感じではあるんですけど、まあ、とはいえ中は結構広くて、地下室があって、そこが何だろう、腰の高さぐらいまで水没してるんですよ。でそこに、まあ、まさか行くことはないだろうなと思ってたんですけど、まあ、行ってくれということで、まあ、行かせていただいたんですけど、もう濁りすぎてて、水がだからもう何にも浄化されてないですから、全く見えないですよ、下が。じゃあなんかこう、あの、ね、根掘り葉掘りじゃなくて、千鳥足じゃなくて、ゆっくり降りていくわけですよね。そう、ゆっくり降りていって、でチャポンって浸かりながら、浸かりながらです行って、で真下見えないんですけど、ものすごいいろんなものが落ちてるのは分かるんですよ、この足の感覚で。あ、なるほどなるほど、ゴリゴリしててなんかヌメヌメしてるなとか、 なんか当たるけどこれ何分かんないみたいなのがすごい怖くて、でものすごい汚いんで、多分こけたら終わるっても思ってるんで、そう、絶対口入れちゃダメなやつだっていうの。確かに、なんかで、なんかそれを20年死ぬみたいなやつが入ってるそうです。それをこう渡っていくっていうのは結構怖かったですね。なるほど、はい、すごい。ちなみにこのロシア村とかどこで見つけてくるんですか。どこで見つけてくるんですかねしかもなんかさっきの沖縄の時もこれで撮影許可が下りるなんてすごいことだよって言ってたんですけど、誰かがちゃんとロケーションの交渉とかをしていただいて。そうですね、ロケーションは基本的に僕はその心霊スポットとか怖いスポットの知識がないので、はいはい、まあ、ネットとか調べれば出てくるんだと思うんですけど、はい、まあ、ほとんど僕分からないんで、それがいいのか悪いのかっていう判断つかないんで、はいはいはい、基本的にはそのディレクターである皆口っていうのがいるんですけど、はい、彼の方でまあピックアップして、まあ、そこでこう交渉するなりなんなりっていうのをやってますね。いや、なんかその突然やってきた人がいきなりホラー番組に出るっていうリアルタイムドキュメンタリーみたいな感じが良かったですね。いや、嬉しいっすね、はい、いや本当にこう見ていただいてたんですか。だってエゴサで引っかかって、で俺はパイロン人生から入った人なんで超珍しいっすね、はい、ずっとパイロン人生を聞いてたんですけど、いや、いい曲だなパイロン人生って
この人はパイロン人生の人じゃないのってうちの学生に聞いたら、この人はホラー番組を作ってる人ですよって言われて、そうなんだって、はい、なりまして、はい、今うち の学生さんもみんな見てるって言ってました。マジですか、はい、いや嬉しいですね。ちなみにこの赤い部屋っていうのはあれですか、はい、赤い部屋っていうのが、いわゆる廃団地みたいな形で、はい、まあ、結構こう古いこう僕らが子どもの時にあったようないわゆるこうちょっとこう団地だったんですけど、まあ、そこの一室が赤い部屋だって呼ばれているというまあ噂があって、それをこう探しに行って、まあ、最終的にこれかなっていうのはあったんですけど、行く途中でビデオテープを見つけて、もうボロボロので、まあなんとなくまあ復元してみよっかみたいな感覚でそのディレクターの方が復元して、まあそれもちょっと大変だったらしいんですけど、完全に貞子出てきそうな、そしたらまあとんでもない映像が出てきて、まあ、映像自体は別に怖いものじゃないんですけど、なんかこう嫌な想像をかき立てられるというか、でそれも僕って事前チェック僕一回もしないんですよ、はい、だ僕も完全に視聴者の方と同じタイミングで見るので、まさかそんな映像が入ってるなんて思ってないんで、やばい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 っていつもの感じになるわけです、ね、そうです、何これ超怖いんだけどっていう、ってさて、はい、どれどれ、陽平さんのファースト心霊体験は、ファースト心霊体験ですか、なんでしょうね、なんかすごい逆っぽいこと言っちゃうと、僕基本全く信じてないんですよね、はいはいはい、なんかそういう体験も、まあ、幼少の頃してたかって言われると、まあ、記憶にないだけかもしれないですけど、まあ、別に多分ないし、なんかこう僕らもいろんなところそういう心霊スポットだとか怖いところ行って、じゃあその後何かこう怖い体験しましたかって結構視聴者の方から言われたりもするんですけど、はいはい、ないんですよね。なるほど。そうだ、ないので、だこれはなんか気持ち的な問題なのか、なんか一度どなたかになんかすごい強いのがついてるから、なんかこう来ない弾いちゃうみたいなことは一度言われたことはあるんですけど、まあ自覚はないんですけどね。なのでないんですよね、本当に怖い、まあ行って怖いとかはあるんですけど、そういうところになんか私生活でやばい体験っていうのは本当になんか思いつかないんですよね。なんかね、僕はあの霊感鋭いわけじゃないんですけど、はい、なんだか知らないけどめっちゃ具合が悪くなるほどやばそうなものを見つけることが多くて、仕事から民芸って大体やばいものが多いので、なんか15代にわたってひたすら信仰の対象だった棒とか、はあ、でなんかそういう系のやつ、例えばなんかそのなんだろう、布の上でずっと妊婦が出産してきて血の跡がついてる100年ものの布とか、うん、残ってるんですね。残ってます。あのそういうのはあの東北地方に結構あったりするんですけど、はあ、で僕はそのテクスチャーが好きなので、それを好きなんですか、はい、好きなんで写真を撮ったりとか、はい、それをモデルさんに来てもらって歩いたりとかさせるわけですよ、うん、仕事ですごいな。なんか芸術祭の監督してくださいって言われたら、じゃあ東北地方からボロいっぱい取ってきてもいいってなるわけですよね。はあ、でそれで持ってきて、このボドコは上で何人もの妊婦が出産して亡くなった方もいらっしゃるかもしれませんとか言って、でもなんか基本的にはバカにしなければ僕は全てのものはありだと思ってるので、リスペクトがあればいいと思うんですけど、僕はリスペクトフルを持って、割とリスペクトを持ってありえない使い方をよくするんですけど、まあ、円空物がぐるぐる回ってたりとか、まあ、そんなことは平気でするんだが、まあ、でもボドコとかはね、やっぱテクスチャーが美しいなと思ってたんですが、なんかその系とかで例えば家族が布団とかがなくて10人ぐらいでみんなでくるまってた、なんかこのなんだろう、でっかいバスローブみたいな、はい、あのやつがあるんですけど、なんかそういうのを見てる時になんかちょっと具合悪くなってきたんでとか言って、なんか僕がいなくなったりとか、周りの人たちもちょっと具合悪くなってきたんでって人がいっぱい出たりとかいうような、力の強そうなオブジェクトはいっぱい見ますね。でも一人だけじゃなくて他の人もまあ連鎖していくっていうことなんですね。人毛で縫われた掛け軸とか、やだ、いや
ずいぶん髪の強い方だったんですねとか言って僕は見てて、なんかこれほら光当てるとつらつら光って綺麗だからこれはこのまま使いましょうとか言って見てるんだけど、でもこれ見れば見るほど僕の体調が悪くなってくるんですけど大丈夫なんですかねこれとかいう感じに見てますんで、あの幽霊とかを信じてるわけではないんですけれど、あの HP が変動します、そういうものに出会うと。出会うと、はい、ここはひょっとするとなんかちょっとやばい場所かもしれないなっていうのがあるんですけど、でもだからといってあまり根拠もないので体調が悪くなるまではとりあえずまあまだいいかって感じです。そこに恐怖心とかはないんですか？恐怖とはまたちょっと違うような、なんか辛いものを食べ過ぎたのに近いかもしれません。なるほどね、はい、ZOZOZO がめちゃくちゃ明るいなって思っているところは、はい、なんか恐怖エンタメとして作ろうという気が最初からあるから、なんかちゃんとある程度のリスペクトがあるなって思ってるところが僕が好きなポイントです。ああ、いや、ありがとうございます、はい、そうですね、まあ、まさにそこは大事にはしているところではあって、結構やっぱりホラーって、まあ、好きな人は好きだけど嫌いな人は全く見ないみたいな、結構好き嫌いが分かりやすい、結構分かれる、アクション映画とかとは違って結構分かれるなっていうのがあって、でまあ、僕らもそのやるときに、まあ、ホラー普段見ないような人たちでも見れるものっていうのはなんか意識は、まあ、僕というよりもまあディレクターの方が意識はやっぱりしてましたね。だからところどころ笑いじゃないですけどちょっとこうおちゃらけた要素を入れたりとかで、特にそのディレクターから一番最初に僕言われたのは、僕もともと興味全くなかったので、いや僕で大丈夫って話はしたんですけど、その時に言われたのが、落合さんは視聴者代表ですと。だから詳しくないからこそいい、そういうところが大丈夫じゃない人に言ってほしいんだと。だそうすると見てる人たちは疑似体験ができるから、うん、僕を通して。だから、まあ、怖いものは怖いとか、はいはい、よく分かんないものはよく分かんないとか、うん、っていうのをもうとにかく、やってもらえればいいですという形で、なんかそれがこう多分なんかゾゾゾの一つの色にはなってるのかなっていう気はします ね、 ね、千鳥足でやってきた石神公園みたいな感じ。そうですね、あの時もあの普通にお酒飲んだ後に行っちゃってるんで、はい、テンション高い人が来た。そうです、暇だしとか暇じゃねえよみたいな、あの感じよかった。いやあの時もだってまさか YouTube に上げるって本当に思ってなかったんで、はい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 、なんかカメラ向けられてるし、なんか思い出でも撮るのかなぐらいの感覚で言ってたんですけど。ゾゾゾの人気の理由は何なんですか？ゾゾゾの人気の理由、はい、何だと思いますか？個人的に思うのは、テンポ感かなっていうのは。あのテンポ感プロじゃないと切れないですよ。あれはなかなかすごい、そうですね。だから結構なんか 1,2 本目ぐらいを撮影した後に、それこそディレクターの皆口に呼び出されて、はいはい、で僕行って10本ぐらいその心霊 DVD みたい な、 なんかいわゆるそのリングとか呪音とか有名どころではなくて、ツタヤのそういうコーナーに並んでるようなツタヤでしか見ないようなザ・スプラッター映画のなんか走りみたいなやつですね。そのまあ日本の心霊ものみたいなのを10本ぐらい僕見せられて、でその後に落合さんどうでしたかって聞かれて、あんまり正直面白くなかったし抑揚もないから飽きちゃうなって僕は言ったんですよ、うん、そしたらいや実はそうなんですと。だからその怖いものが嫌いとかその見ないとか、うん、毛嫌いしてる人たちって、うん、その皆口自身はそういう作品も好きなんだけれども見ない人からすると正直面白くないんですこういうのって、はいはい、だからゾゾゾはテンポを一番大事にしますという話をされて、はい、ああなるほどなと思って、まあ、作品ができたものを見ていったら、はいはい、それこそまあ僕が皆口に見せてもらったものとはやっぱり全然違う雰囲気とかテイストとかやっぱ速さが全然違ったので、そこが一個特徴なのかなっていう気はしますね、うん、あとはなんかまあ、運が良かったっていうのもあるとは思うんですけど、結構僕らの映像って明確なオチを作らないことも多いんですよね。シーッっていつもあれ聞いちゃう。そうです。であれは絶対お化けだとかも言わないですし、何も解決してないまま終わるっ
はい、の基本はだって和芸とテンポとリアクションだけで最後まで進むから、そうですね、僕は面白いと思ってます。ありがとうございます。落語みたいですよね。あ、そうですか。だから嬉しいですね、そう言っていただけると。だからなんか明確なオチがやっぱりない分、その YouTube のコメントで視聴者の方が何分何十秒になんかこういう声入ってる気がするんだけどみんな知ってるとか、なんかここってやっぱ実はこうなんじゃないのとか、その考察を視聴者の方がバーってしてくれて、それが盛り上がってるので、なんかそれはこう YouTube っていうプラットフォームをまあ棚ぼたですけど、まあ活用できたのかなっていうのは感じますね。なんか昭和のあのホラー番組ってなんか悪バカにしてる要素もあってムカつく時もあったけど、面白かったところは一体どこなんだろうなって思ってて、はい、でもやっぱり人間怖いものがないと、なんだろう、倫理や規範って成り立たないじゃないですか。怖い、悪い子はいねえがあって生ハゲが来るから怖いみたいなものもあるし、そうですね、そういった観点なものがなくなってしてしまうっていうのは非常になんか人間が生きてる時に問題だなって思って、お化け屋敷も僕ダメなんで。あ、お化け屋敷ダメ。お化け屋敷か。なんかバッて来られるとうわーってとにかくこう体がすぐ反応して。僕はお化け屋敷はめっちゃ怖いから行きたくないですけど。あ、そうなんですか。なんか僕制御不能の人間とかいるところにはなるべく近づかないようにしてるんですよ。今来ますからね。来ます来ます。なんか僕らも撮影していく中で噂が怖いとかお化けが怖いとか、なんか何か出てきたら嫌だなとかもあるんですけど、なんかこういろいろ僕らもその中で考察したりとか、なんかこれってこうなのかな、これってああなんじゃないのみたいな話をしていく中で、なんか結局人間一番怖くね。人間いつ死ぬかもわからないし、で今の社会は死体を隠すから、死は遠くなってしまってるけれど、まあ、人は生きてる人より死んでる人の数の方がはるかに多いわけで、でそうやって考えた時になんかそこにリスペクトがあればねいいんだろうなと思っていて、だっていきなり死んだ瞬間から怖がれるってひどい話じゃないですか。だから怖がるってことは逆に